電休住職、三木大雲です。えー、本日も階段説法を始めさせていただきます。えー、今回のお話はですね、私があの、高校生の時のお話なんですけれども、ちょうど私は高校入ってすぐぐらいにもあの、免許を取りに行きまして、まあ、免許って言ってもバイクの免許なんですけれども、あの、中型免許ですね。ちょうど中型免許取りますと二人乗りができるようになるので、まあ、当時、まあ、みんなの中でもあの、二人乗りをしたいなっていうようなことがあって、ちょうどあの、 あれですかね、えー、鈴鹿8時間耐久レースっていうバイクのレースがあったんですけれども、それも本当にあの当時盛り上がってまして、でみんなやっぱりこぞってこうバイクの免許を取りに行ったんですね。で、まあ、バイクの免許を取って、みんなでこうあのちょっと遠くのところまで山まで走りに行ったり、まあ、いろんなことをしてたんですけれども、ある時ですね、あの私と一緒に免許を取りに行った友人が友達2人、まあ、その友人ともう1人ですね、2人乗りをしてですね、 とある峠に行ったんです。この峠っていうのは、以前私、このチャンネルの中でも、あの、峠の話がありますけども、まさに、その峠なんです。その峠に、まあ、彼が友達と二人でずっとバイクで走ってたんですね。で、深夜、夜遅くだったそうなんですけれども、もう車も一台も走ってないようなところ、ずっと走ってた。 で、走ってずっと、まあまあ、あの、山道ですから、うねうねしながら走ってたそうなんですけれども、こう、ちょうどカーブをずっと抜けたところあたりで、向こうの方になんか白い萌やのようなものがかかってたっていうんですね。で、その、あれなんかもやのようなものがあるなと思った瞬間、その萌やの中から、バッと光が出てきたらしいんです。で、この光がわっと出てきたのにびっくりした友人は思わずブレーキをガッと踏んだんです。 そうしますと、まあ、後輪が滑りましてですね、そのままザザザザーとコーナーのところにドーンとバイクがぶつかったそうなんです。で、まあそこガードレールがあったんですけれども、そのガードレールを飛び越える形で、後ろに乗っていた友人だけが崖下へ落ちてしまったんですね。で、慌てて近くの電話ボックスを探してですね、まあ当時まだ携帯電話が普及それほどしておりませんでしたので、まあ頑張って、えー、友人は えー、バイクをちょっと立て直してですねでまああの電話のあるところまで行って、えー、救急車を呼んだそうなんですで救急車の方が来られてでまあ友人を探しながらですねずっとやったんですけどこの後部座席に乗っていた友人が確実に、まあ、崖下に追ったんですけれども下を見てもいないんですねおかしいなここら辺にもう絶対あの落ちてるはずなんだけどな おいおいいと声をかけながらずっと探すんですけれどもその友人がなかなか見つからなかったそうなんですでまああの警察の方も来られたり救急隊の方みんなでこうずっと捜索が始まるわけですねそうしますとその友人が実はこの崖から落ちてからしばらく自分でとことこと歩いてこの峠の下の方まで行ってたそうなんです で、まあ、そこで警察の方に、あの、ちょっと頭からも血が出てたりしたもんで、あの、あなたバイクで事故したものじゃないかって言うと、あ、そうです。で、まあ、すぐにそのまま救急車で運ばれて、救急車の中で再びまた彼意識失ったそうなんです。で、それから数日してですね、私この事実を友人から実はあの時事故してこんなことがあったんだという話を聞かされたんですね。で、まあ、その友人はどうしてるかっていうと、ちょうど私が話を聞いた時には退院の日でして、 で、まあ今日退院をするからということで、まあじゃあ一緒に退院祝いで、あの迎えに行こうかって言って、その友人と共に、あの病院へ向かったわけです。そうしましたとその友人が出てきましてですね、今日でじゃああの退院なんでって先生方に挨拶されて。で、その時にですね、実は意識を失ってた間の話を病院の先生にもしていない。親にもしていない。 実は私とそのもう一人の運転してた友人、この二人にまず聞いてもらいたい。すごく不思議な夢を見た。もしかするとこれはただの夢ではないのかもしれない。ただ、いろんな人に言うと信じてもらえないかもしれないので、まあ信用できる二人にまず話を聞いてほしいということで、まあ単位を友人がした後、その友人の自宅へ行ってですね、この話を聞いたんですけれども、バイクを乗っていた。 後ろで自分は友人の腰元を持って走っているの。これずっと覚えてるそうなんですねで。そうしますと、運転していた友人は白いもやのようなものが見えた。でそこがパッと光ったというふうにまあ私に教えてくれたんですけれども、この後部座席にいた友人は違う映像を見てたんです。ちょうどなんかあれ、白いもやのようなものが見えると運転していた友人がつぶやいたのを後ろで聞いてるんですね。 で、パッと前を見ると、そこにはですね、ずっと土の道が続いてた。光った、そういう光の何か穴のようなものは見えなかったと言うんですね。で、あれなんか土の道が続いてるなと思った瞬間、バイクがシューッとそこへ吸い込まれていったような感覚で、次に気づいた時にはですね、その砂利道のようなところを自分一人テクテク歩いてたって言うんですよ。 もしかすると、まあ、落ちてから意識があの白濁としてる中山を降りていったのをそう勘違いしてるのかなとも思ったんですけれどもどうもこの話もう少し聞きますとそうでもないんですねとことこと歩いているとやがて砂利がなくなって綺麗な土の道になった整備されてるんですけれども砂利はないただ地面は土の状態だったそうなんですでそこをずーっとと歩いていてくと 桶を持ったちょんまげをした男性がさーっと横を通り過ぎたっていうんですね。であれあの人誰だろうと思って周りを見るとまあ,あのこれ友人が事故した時には深夜だったんですけど周りが明るいお昼間なんですね。で周りをよく見るとあの映画の時代劇の映画で見るようなセットのようないわゆる江戸時代のような。 街の中に自分は立ってたというんですね。で、こう周りをずっと見てると、あ、ここは確実に僕が来てはいけない場所だというふうに感じたそうなんです。で、意識もはっきりしている。でも、なんとなくここへいてはダメだ。もう時代が全然違いますからね。でも逃げる場所がない。どうしようと思って、とりあえず、なんとなく自分で身を隠したくなったそうなんですよ。っていうのは、周りの人は全員着物ですから、 自分が洋服を着てるのはおかしいししかもヘルメットを当時してましたからヘルメットを手に持ってたそうなんですねでこの姿を見られるとなんか周りの人の,あの怪しまれるんではないかということでこの友人は近くににあった家の中にサッと入り込んだそうなんですそうしますとそれがまさに江戸時代の、まあ、いわゆる和造りの,あの建物でどうやらお蕎麦屋さんだったそうなんです。 であお蕎麦屋さんに入ってしまったここにいると他のお客さんに見つかってしまうからやっぱり出ようと思ったその瞬間ですねなんとなくこのお蕎麦屋さんのご主人に目がいったそうなんですもちろんまあ江戸時代の,あのことですからその友人がその人を知ってるわけないんですけれどもそのお蕎麦屋さんのご主人なんとなく見覚えがあったっていうんですね で、思わず目を奪われてずっと見てたそうなんです。そうしますと、こう蕎麦をバンパンパンと売ったり、あるいはまあ、あの、トントントンと切ったり、まあそういった作業、蕎麦屋さんとしての作業をずっとしてる。それをずずっと見ているうちに、この人誰だったかな、誰だったかな。あ、思い出した。これは江戸時代に生きていた頃の自分だというふうに思ったそうなんです。自分は前世で、 あるいは前前世になるのかもしれませんけれども昔江戸時代に生きていた時にお蕎麦屋さんをやっていたんだともう確信に近い状態でそう思ったそうなんですでもし自分があるならば声をかけて未来の自分だよっていうふうに思わず声をかけようと思った瞬間そこがさっとまた消えていって気がついたら病院のベッドの上だったっていうんです いやこれ非常に不思議な話で私もまあ単なる夢じゃないかなとも思ったんですけれどもこの友人はですね本当にこれはもう間違いなく夢とは明らかに違うもうそのあの日,日がさしている肌の感覚ですねヒリヒリと少し熱い感覚がしていたあるいは土の上を歩く足の感触もうどう見ても夢じゃない。 本当にそこにそれがあった。夢から覚めるとなんとなく、こう夢の中身っていうのはぼやっとしか、あの、脳内に残りませんけれども、はっきりと残ってる。だからあれは夢ではなかったんだ。きっと自分の前世をあの時見たんだと、まあ友人は話してくれたんですね。で、まあまあ、あの、ここでわざわざ否定するのもあれですから、ああ、そう、不思議な話もあるね。まあそんな話で、その日は終わったんです。 で、当時私、高校生の頃もまだ私もお坊さんになるかどうしようか迷ってる最中でして、あるいは私の友人もそうですね、就職しようか大学へ行こうか、仮に大学へ進んだとして、卒業して大人になって何を仕事にすべきか、まあ、いろんなことが高校生ですから、まだ不確かなまま私たち動いてたんです。ところがこの事故を起こして、あの入院していた友人ですね、この友人がある時ですね、一緒に お蕎麦屋さんに寄ったんです。で、入った時に、まあ、あの、江戸時代のその夢なのか現実なのか分からない世界に彼行ってますから、当然こう、お蕎麦に対して何か思いを持ってるんだろうなというふうに思った途端、その彼が、これは、こうこうこういう作り方をしている、こういう打ち方をしている、こういう切り方をしている、もうちょっとこうする方がいいとかっていうふうに、お蕎麦に対していろいろ意見を言い出すんですね。であ そんな知識がやっぱりあれから興味が出てあの分かったのっていうと「いや全くあの事件とは全く関係なくなんとなく今食べているとそれが分かるようになった」まあ、こんなことを言うんですねであ,あそうああじゃあ,あのなんかそうなのかななんて話をしてたんですけれどもその後彼は高校を卒業して本格的にそば、えー、屋さんに修行に行ってですね今はまあそばの,の繁盛店を経営しているんですけれども。 まあこの彼いわくですね、あるいは間違いなく自分の前世であって、その記憶が突然僕のところで蘇ったんだ。今毎日楽しくあのそば打ちをしているそうなんですけれども、まあ、これをご覧の皆様の中でですね、今自分がやっていることが本当に自分がやりたかったことなのか、あるいはまあやりたかったこと、やりたいことっていうのがまだ見つかってない方も大勢おられると思うんですけれども、 このままで日常生活を送ってていいのかなと思われてる方もおられるかもしれませんけれども、それら全てですね、実は私たちの前世前前世でやってきたことがこの世に出ているわけですね。ですからまあ私が今回皆様にお伝えしたいことはですね、今やっていること、これを頑張って続けていただきたいです。で、まだ見つかっていない方、 何でもいいです。好きなことでも何でもいいです。何もしないのではなくて、思い切って何かをやっていただくと、もしかするとですね、前世につながる何かが合致したときに、よし、自分はこの世でこれをすべきだったんだというふうに、えー、お分かりになるんではないかなというふうに思います。まあ、今回はそういった、えー、私の友人のお話でした。どうもありがとうございました。